地に深く根を下ろし、天に向けてどこまでも伸びて静かに、どこまでも伸びていくかに見えていた大木も、いつか命の尽きる時が来る。豊かな枝ぶりは周囲を圧倒し、四方の日差しを一身に受け止めていた数えきれぬ青葉たちが、ある春芽吹かなくなる。骨だけを晒しているように、葉のない枝を広げたまま、それでもさらに何年も幹は立ち続ける。己の死を知ってか知らずか、変わらずにそこに立ち続ける大木に、容赦なく風は吹きつけ、雨は降り注ぎ、太陽は照りつける。乾ききって折れる枝、腐り崩折れていく枝、やがて幹もひび割れ、皮は剥がれ、姿をなくしていく。土に帰るべく静かに分解を繰り返す。ゆっくりと、けれども止まることなく。大木に何があったか、雷に打たれ半身を削られたのかもしれない。取るに足らないちっぽけな虫けらに、長い間に食い尽くされたのかもしれない。目には見えぬ菌に侵され、病に倒れたのかもしれない。ある日突然根を張って立つ大地を失ったのかもしれない。それでも大木はそこに立っている。尻尾を巻いて逃げるわけにはいかない。その一生を、何が起きてもじっと立ったまま、全てを受け止めてきた。幹を伝って蓄えられた水が、実らせた木の実が、広げた木の葉が、どれだけ小さな生き物たちの糧となったか知れない。命を失い姿を消そうとしている今でも、大木を見上げ堂々たるかつての勇姿を思う人はいるのかもしれない。その根元に何度も立ち、その幹に腕を巻き、梢の先を見上げてきた人ならば、まさか自分よりも先に姿を失おうとしている大木を、驚きと寂しさと悲しさを持って別れを惜しんでいるかもしれない。そしてそこまで心を通わす相手であるのなら、これからも幾度となく会いに来るだろう。ゆっくりと滅びていくその姿を見つめながら、時には話しかけてみるかもしれない。その声に、今は命なきけれど姿とどめた大木は、答えることができるだろうか。今思えばおかしな一日だった。その日の私は珍しく何も予定の入っていない休日で、疲れた体を休めようとゆっくり寝ているつもりだった。ところが風に揺れる羽音が妙に耳に響いて気になりだしたら、眠気がすっかり覚めてしまった。家にじっとしていられないかといって、どこへ行って何をするという積極的な行動を取りたいわけでもない。
こんなことが私には時折ある。考えていても仕方がないので外に出る。とりあえず歩く。すっかり冬ごもりの気分でいた私にも明らかに春の息吹が感じられる。若々しい青葉が色鮮やかに下界に飛び出してきているのが分かった。雑木林をしばらく歩くとモノレールの駅に着く。通勤通学の時間帯を過ぎた今ならゆっくり乗れるはずだ。何の目当てもないまま改札を進む。電車のようなきしむ金属音もほとんどなく、ゆっくりと入線してきた車両の中には思った通り人影もまばらで、ぼんやりと過ごしたい私にはありがたい。窓の外をなんとなく見やりながら、今いる場所を過ぎていく時間も気にならなかった。駅に着くたびにチャイムと録音の案内音声が流れては、乗り降りの人たちが入れ替わるのにも全く関心を払わず、私は自分の中に今引っかかっているものは何なのかを考えることに没頭していた。外はまだ冷たいはずの空気も、車内の密閉された空間には日差しばかりが差し込み暖かい。高架を走る車窓からはグランドで運動している揃いの色のジャージ姿の若者たちが見えた。こう描いて走っている。息を乱して必死に走っているのかもしれなかったが、遠目にはバカにのんきそうに見える。ゆっくりと移動して消えていくその光景を見つめるでもなく目に入れながら、私はふとある人を思い出した。昔私がお兄ちゃんと呼んでいたいとこだ。一回りほど年の離れたその人はまだ幼かった私にいつも優しかった。たまに会えるのが嬉しくて仕方なかった。物静かで口数も少なかったけれど、決して冷たい人ではなかった。言葉ではなく体全体で私に向き合って遊んでくれた。車内の日だまりにその人はスーッと現れたのだ。いや、お兄ちゃんが現れたのとお兄ちゃんを思い出したのは同時なのかもしれなかった。ここ座らせてもらうよ。あ、お兄ちゃん久しぶり。変な挨拶やめろよ。だって、あ、ごめん、ぼっとしてた。いいな、これスピードはゆっくりだし音も静かで、走ってるところは高くて遠くまで眺めがいい。窓も広いし。どこまで行くの？いや、どこでもいいんだ。どこかに行くためじゃなくて、こいつに乗るために乗っただけ。やっぱりな。でないと俺と話なんかできないよな。ごめんね、お兄ちゃんのことを忘れたわけじゃないよ。分かってるさ。かえって心配だよ。いつも俺のことなんて考えてられたら。そうかな。そうさ。そうだね。しかし君みたいな親父からお兄ちゃんなんて今さら呼ばれると調子狂っちゃうよな。一つだけ言っとくけどさ、それだけは僕のせいじゃないよ。そうだった、ごめんよ。そうやって少し向きになるとやっぱり面影あるよ。小学生なりたてのあの頃の感じな。お兄ちゃんはあの頃の大学生のままだからな。ううん、正確には高校生までしか会えなかったんだけどさ、年を取らないっていうのはずるいよ。まあいいじゃないか、その話は。それより君の話聞かせてくれよな。僕はさ、お兄ちゃんみたいに優秀じゃなかったから、だから体育会もう進まなかったし。うん、よかったよかった。俺の二の舞にならないだけでも。話できるような学生生活じゃなかったんだ、その後だって、うん、ああほら、お兄ちゃんの好きだった多摩川渡ってるけど。何？多摩川？うん、
懐かしいな。おお、高いからよく見えるじゃない。水も結構澄んでるし。おい、下車して水泳しようよな。何言ってんの、まだ寒いよ。っていうか川で泳ぐ人なんて誰一人いないんだよ今は。そうなのか。俺なんか毎年泳いでたぞ。もっと下流の方だったけど、ニコタマわかる？昔はねって、50年前ね。なんだ、せっかくの川なのにもったいないな。やっぱり根っからの体育会系なんだよね。自分が動かずにはいられないんでしょ。お、あっちは山が続いているんだ。どこ行くのこの先。動物園とか。いいね、動物園か。降りてみるか。さっきから何、そんなに降りてみたいの。いや、一緒に遊んであげようと思ってさ。あ、そうか、もうおじさんなんだったな君は。ときめきがないか。今は何して遊ぶんだよ。あのさ、お兄ちゃんには悪いんだけど、動物園って言っても山を切り開いて作ってあるから急なんだ坂が、息が切れちゃって情けないけど、とても遊ぶにはな。なんだよ、じじくさいな。川の水泳もダメ、坂道の動物園もダメと。あと何がある。どこ通ってるのこれ。丘陵地帯に立つ大学。お、本当だ。景色がどんどん山になっちゃって、いい眺めだなこりゃ。朱塗りの塔まで。お寺さんかい。高畑不動だね。ほー。で、この山の先が動物園。まあ入り口しか見えないけど。広いもんだ。次の山登ったところに大学が並んでるんだ。それにしちゃ学生が見えないじゃない。春休みだからね。また4月になればこんな郊外でも結構混み合うよ。それまでは、まあ人によるんだろうけど、スキー、スノボのウィンタースポーツだったり、海外旅行行ったり、バイトでがっつり稼いだり。まあやつら時間はいくらでもあるからね。毎日猛勉強したり、厳しいクラブ合宿だったり、そういうのしないのかい。まあそういう子もいるにはいるけど、どっちかっていうと主流じゃないのかも。時代が違うのかな。俺の時にはさ、あのさ、お兄ちゃん、多分今いろいろなんだよ。遊び半分で働くより学校通ってた方が楽でいいやって連中もいれば、専門技術身につけて世に出たいって頑張ってたり、それこそプロのスポーツ選手を目指すような厳しい練習重ねてる子もいるにはいるんだ。ああ、それはわからないでもないけどな。これから先の長い人生を見据えてさ、それぞれその人なりの選択を迫られてる中での猶予期間みたいなもんだろう。まだ真剣に考えてない連中も多いかもしれない。なんていうのかな、緩いんだよ。なるほどな、緩いわけね。長いとは限らないのに。で、君は？え？僕？何かあったんだろう、その緩くない事情が。事業に失敗して借金抱えてるとか、会社のお金使い込んじゃったのがバレて刑事事件になりそうだとか、女性問題でこじれて家庭崩壊のピンチだとかさ。お兄ちゃん何言ってんの。まあそんなヤバい問題じゃなくても、久しぶりに会えるってことは俺を呼び込める力が強かったってことなんだから。そうなのかな。そんな問題なんて別にありゃしないよ。ただただなんだい。グラウンド走ってる若い子たち見てたら、突然お兄ちゃんのこと思い出して、どうしても聞いておきたいことがあるような気がして、そしたら会えたんだ。こっちに来たくなったのかな。え、生きるのやめたくなっちゃったのかいって聞いてるんだよ。俺が
大学入ってすぐクラブのいじめで自殺しちゃった人間だから話を聞いてほしかったんだろ。違うよ。違うかな。そりゃお兄ちゃん思い出すのはまず自分から命を絶った人って思うからだけど、僕が自分も死にたいからなんて思ってることじゃないってば。本当に違うか、怪しいもんだぞ。だって実際のところ何が楽しくてこの先生きているんだろうって思ってたのは分かってるんだからね。ちょっと待ってよ。確かに俺今日なんか変だったよ。心が疲れてるっていうか。だけどさ、今話をそこまで持ってかないでよ。びっくりしちゃうよ。お兄ちゃんがどんな気持ちだったんだろう、何があったんだろうってずっと思ってたのは本当だけどさ。ああ、俺はさ、若かったからな。もう他に道はないって一途に思い詰めちゃったな。こっち来て思ったな。そんなに大変なことだったのか。一人の人間がただ生きていくだけがそんなに大問題だったのか。そうだよ。お兄ちゃん一人っ子で、しかもお父さん戦争で亡くして、お母さんは戦争未亡人だろ。母一人子一人で、おばさん本当に頑張ったじゃない。そんでもって苦労して俺育ててくれてな。周りからは親孝行の優しい優秀な子だってチヤホヤされてな。みんなが遊んでる時でも勉強してバイトして運動でも記録会で少しでも優秀な成績を収めてってな。がむしゃらだったからな。そういうやつはくじけると弱いんだ。ポキッと折れちゃう。ポキッと。大学合格して前途洋々、あとは就職でいいとこ入ってこれまでの恩返しで親孝行できるぞってな。あとは適当でよかったんだよ。本気のクラブなんか入らなくったってサークル的な遊び半分の女の子とも仲良くなれてワイワイ騒いでるようなところでな。それを軽い気持ちで先輩に誘われるままに入った運動部でな。全く対応できなかったんだよ。厳しいばっかりのクラブにな。ついていけなかった。やめるとも言えなかった。やることなすこと先輩に怒鳴られ否定され痛い目にあった。とんでもないところに迷い込んじゃったと思ったけど、気が弱い俺はとにかく逃げ出す勇気がなかったんだ。お兄ちゃん弱くなんかないよ。逃げないで頑張ったってことでしょ。きっと理不尽な言いがかりつけてはああしろこうしろっていう先輩たちに一言も逆らわずにとことん頑張っちゃったんでしょうよ。受け止める技量もないくせにな。ある晩とうとう終わりにすることを選んだ。お袋がどんなに悲しむかは分かっているつもりだった。俺だけが頼りの楽しみの自慢の自分は何一つ育て方ってなかった。亡くなった旦那さんにも恥ずかしくない立派な子供に育てたと信じきっている。お袋のショックを考えたらな。普通は思いとどまるよな。弱い俺のわがままだった。取り返しのつかないことをやっちゃったよ。時々会うおばさんはさ、いつも明るくて元気で僕のことをまぶしそうに見つめては笑ってくれてた。本当はお兄ちゃんのことを思い出しちゃうんだろうにね。僕なんか見たらさ。何にも言えないよ。必死に俺のことを育て上げたのに先立たれて、それから自分が亡くなるまでの自分時間の方がずっと長かったんだ。どれだけ仏壇の前で時間を過ごしたことか。母さんごめん、もういいから
休んでよって何と思ったことか。悔いだね。お袋もこっち来たからな。長かったよ。それがまたお袋のすごいところだな。自分だけは命を全うしてできる限りの長生きをしたんだ。そうだね、その通りだね。自分がお兄ちゃんに会いたがっていたわけが分かった気がした。もちろん死にたいなんて思ったことはない。けれど生きたいとちゃんと思っているかと突き詰められたら答えられない自分がいたのかもしれない。気がつけばそういう年なのかもしれない。この頃考え事ばかりが多いのはつまりこれまでと同じ気持ちでは景色が見れないということなのではないだろうか。梢で休んでいた鳥たちが去っても風が止んで木々の揺れが収まっても流れていた水が朝方の冷え込みで凍って止まっても辺りから全ての気配が消えたように見えても、例えば木々がその根から必死で土の中の水分を吸い上げる音だとか、眠りについている小さな生き物たちの心臓の鼓動であるとか、その他にも私たちの思いもよらない声がどこからともなく聞こえてきたりはしないだろうか。数えきれないほどの者たちが通り過ぎていった後に一体何が残っているのだろうか。目に見えているものだけで説明するにはこの世界はあまりに多くの不思議で満ちている。何がつないでいると思う？俺と君を。え？何がって？数えきれない命が生まれては消えていく。生きてる人にとって命を終えた者たちはもう関わることのできないただの思い出だろ。話もできないよな。でもこうして話してる。だから言うんだ。頼むから粘ってくれよ。俺は君に触れないけど君はこの景色に触れるんだ。ガラス越しにぼんやり風景を眺めていたりしないで、気に入ったものが目に入ったらそこまで歩いて行ってみればいいんだ。気に入ったもの？君は景色じゃない、その中で歩いている命を持った生き物なんだから。生き物？残念だけど俺は違う。どんどんみんなの記憶から遠ざかっていくだけのある限られた時間でしかないんだ。でもお兄ちゃんの気持ちすごく伝わってるよ。うまく言えないけど。区切られた時間が永遠のわけはないさ。あれ、お兄ちゃん、どこ？お兄ちゃん、ごめん、またにしよう。俺も君の姿が見えなくなってきた。今度いつ会えることか。いやだからって気にしちゃダメだ。あまりこっちを覗かない方がいいに決まってる。大丈夫、会いたい時にはまた会えるから。お兄ちゃん、こっちから呼んでくれる人もどんどん少なくなってだんだん渡ってくるのが難しくなってきたけど、
悲しむ人がいなくなるのはいいことだ。お兄ちゃん、もちろんその道筋が見えたわけではない。あえて言うならそう感じたとしか言えないけれど、お兄ちゃんがずっと遠ざかっていくようだった。まるで湧いてきた雲に月が隠れるように、光り輝いて見えた虹が空に溶け込んで見えなくなっていくように。別れ別れになってしまった人にとって、その後二度と会えないで終わってしまうのなら、相手の消息は知りようもない。たとえ命尽きて二度と会うことが叶わずとも、再会を楽しみに待つ気持ちが消えるはずもない。けれども逆に、ある人の命の終わりを突きつけられて、その突然さに心乱した時でも、二度と会えない事実を認めながら心通わせることに何の不都合もありはしない。命を終えた人の心にどれだけ自分が刻まれていたのかを知る術はない。ただその人が自分に話しかけてくれていることを、自分に伝えたい思いがあることを知ることはできないものか。それはきっと自分もまたその人に何かを話したいとともに、何かを聞きたいとの思いが深いからなのだから。モノレールの終着駅で折り返し運転のために移動してきた運転手さんに声をかけられた。乗り放題のフリー乗車券でないのなら一度改札を出て精算してくださいと。お兄ちゃんの姿は消えていた。
改めて乗り直した私は沿線で一番の繁華街で降りて、たまに寄るパチンコ屋へと向かった。おかしな言い方かもしれないけど、一人になりたい時、あえて人の多い町のパチンコ屋に潜り込むことは簡単で効果的な方法だったりする。ぼんやりしていたんだろう、突然声をかけられた。あら、下皿いっぱいになってるよ、流してあげないと。ああ、本当だ、ごめん。なんだよ、せっかく大当たり引いたのに全然嬉しくなさそうじゃない。ま、このタイプは単発で上がったらこういくらも出ないけどさ、この後の確変中にどれだけ伸びるかだもんね。まあそうなんだけど、やっぱり当たる瞬間は気持ちいいしさ、やったーって素直に喜んでんだけどな、そうは見えない？照れくさいんでしょ。ほら、今周り誰も当たってないからさ、まあみんな無表情でやってるよな。何が面白くてパチンコなんかやってんだって顔してさ、そのくせ毎日やってきちゃ何時間もしがみついてる。あっちのじいさんもこっちのばあさんもその口でしょ。よくわかるね。で、俺だって毎日は来れないからそんな詳しくはないけど、うん、確かに俺が来た時には必ずいる人が何人かいるわ。パチンコってさ、こうしてこう肘を伸ばせば隣の人にぶつかっちゃうぐらい近くにいるのにさ、見えてんのはパチンコ台ばっかり。みんな黙りこぐってじーっとしてんだもん。おかしな場所だと思わない？だけどさ、だからって言ってやたら話しかけてくる人はやっぱり嫌われるぞ。みんな黙って一人で遊んでいたいんだよ。まあ連れがいる場合もたまにあるけど、夫婦仲良く並んで遊んでるってのはなんか見ててもちょっとね、わかんないや、その気持ち。一人になりたくって人混みの場所に紛れ込んでるって感じね、うん、おお、スーパーリーチ、これが当たるよ、レンちゃんだ。いやいや、まだわかんないでしょ、結構外すんだこのリーチ。いやいや、おお、ほら来た。おお、ラッキー。うまいじゃない。うまいってあの腕じゃないから、褒められてもな、全部運だから。嬉しそうだけど、まあ一人むすってやってるのに慣れちゃってるけど、こうして声かけてくれればさ、それなりにまあ話はできるしね。でもやっぱり一人の遊びだよこれって。孤独にできてるもん。機械がさ、やってる俺一人だけに話しかけてきてるこの感じ、自分でもよく喋るなと思った。安心できる相手だからだ。そう、昼間モノレールの車内で死んだお兄ちゃんに会えてから一つの予感があった。すんなり会えた。もう一人の会いたい人、同い年のいとこで名前まで一緒、母とすぐ上の姉の姉妹は仲が良く、したがっていとこ同士の我々もよく遊んだ。小学生までは長い休みの度に行き来した。それからも手紙のやり取りなどを続けながら会えるのを楽しみにしていた。もちろん大人になるにつれてお互いの地盤が固まっていくと会うことはめっぽう少なくはなったけれど、少しぐらい時間が経ったからといって空白を感じさせない親密さが我々にはあった。これ伸びそうだよ。お、もう 2,3 回続くようだったら今日はこの台でとことん勝負してみたら。そんな欲張んないのっていうか、朝から晩まで打ってる人いるけど感心しちゃうよな。俺なんだかもう頭痛くなっちゃってさ。まあせいぜい2時間当たらなければ30分で引き上げちゃう。お金儲けなんて考えない分、熱くなって財布はたいちゃうようなこともないんだ。もっと勝負かけちゃえばいいのに。そうそう、うまくいくもんじゃないってば。俺ってギャンブラーじゃないんだろうな。それにある程度遊ぶお金が余裕がないとさ、楽しめないじゃん。何回も痛い目にあってさ、ほどほどにって決めてんだ。今のはほら、ほんとお金使わないで遊べっから。まあ性格かもね。それにすごく安く遊べるようになったでしょ、レートが安いから。でもって遊びやすい高確率の設定の台も増えたし、ギャンブルじゃないのかもね。確かに腕も関係ないからな。絶好の暇つぶしってとこ。うん、釘読むとかないもんね、周りがいいかどうかだけチェックしてれば。俺が大学高校でこう覚えた頃はさ、手打ちのチューリップだろ、命釘がどれだけ開いているか、もう大選びが全てだったもんな。職人仇のプロがいた時代ね。
まあそれは俺なんかより大先輩だからな、そちらが。そういう遊びな、店員さんとかもさ怖かったよな、なんかヤバい場所って感じしたよね。そうそう、今のじいさんばあさんメインの客層とは全然違ってたしさ、ギスギスしてたよ昔は。なんだか悪いことをしてるって言うとは言い過ぎだけど、それがまた大人になったみたいな気分でさ、勝てば小遣いになるんだから真剣そのものでさ。過ぎた時間を物差しで測ろうとしてみても、刻まれているメモリはあやふやで、その短い長いは少しも当てがない。遠い記憶の断片を拾い上げられても、時と場所が特定されることはほとんどない。幼い頃とは分かっていても、出来事の前後を正確に並べて思い出すことはできないだろう。例えば桜の咲くのをこれまでに何度も眺めてきて、たくさんの記憶のかけらが積み重なってきたおかげで、桜と言われた時にそれらの数知れない桜の記憶が一度に押し寄せた中から、ぼんやりとした頼りない印象の混ぜ合わせの絵のように、一つの感情がよみがえってくるようなもの。そんなあやふやさでしか捉えることのできない面影が、あるいは人を苦しめたり、逆に親しみと懐かしさを持って迎え入れたりする。桜ならまだいい。これから先もまた思いを新たに向かい合うこともできようけれども、もう消えて失われてしまったものには、より遠くなる記憶を手繰り寄せるしかない。そんなに仲の良かったいとことも何年かが会えずに過ぎたまま、桜の季節がやってきた。就職が決まり、その企業の新人歓迎会で飲めない酒に酔った彼は、二次会の会場となった店まで混み合うエレベーターを先輩たちに譲り、階段を上って向かった。そしてまだエレベーターに乗り切れず、地上で待っていた何人かの同期生と上司たちに向かって合図をしたかったらしい。階段の踊り場の大きな窓から仲間を見下ろすように身を乗り出した。一瞬の出来事だった。そばにいた人が止める間もなかったという。バランスを崩した彼はそのまま地上まで落ちていった。社会人の一員としてようやく第一歩を踏み出した彼のあっけない最後だった。俺ってさ、ふざけた人間なんだよ。いつでもお調子もんで、みんなが真面目な顔して黙ってんのを見ると、何か冗談言って笑わせてみたくなる。考えてみたらさ、俺末っ子だろ、三兄弟の。でもって姉貴も兄貴もこうクソ真面目だろ。二人の後から俺はまあこう甘やかされたのはあったんだろうけど、同じようにはできなかったんだな。ふざけちゃ怒られた、おちゃらけては呆れられてた。それが楽だったのかもな、自分のスタンスっていうのかな。出来が悪いのをごまかしてたけどさ、なんか自分のやったことで人が笑ってくれたり場が和んだりすると嬉しくてね。え？あの時？いやいや、それ違うんだ。人を笑わそうだの、こう新人としてアピールをしようだの、計算があったわけじゃない。ただ俺着きました、皆さんここですよ、はーい待ってますから、ってこう軽く手を振ろうとしただけだよ。酒だな、
酒って怖いな。まあ酔っ払ってたのは分かってた。学生の頃だって飲む機会ぐらいいくらでもあったもんな。自分が弱いのもよく知ってたさ。けどさ、俺だってこう緊張ぐらいするし、初めて会う会社の人もいるわけで、挨拶代わりにこういちいち乾杯してたらさ、そりゃあっという間に飲みすぎるよ。でもって俺新人なんだからってこうエレベーター乗らなかった。でもってこう待たせちゃいけないって階段駆け上ったろ。そりゃ回るよな。あんなとこに窓なんかなけりゃな、それも換気のつもりかこう半開きなんかなってなけりゃな。でもって必要以上にでっかい窓で腰掛けられるくらいこう低くなってなきゃな。ダメ押しで自分がクラッとしてバランス崩さなきゃね。いくら言ってももうどうにもならないんだよ今さら。まさかそんなってみんな言うんだろう。だけど一番思ってるのはこの俺だよ、本人だよ。なんだこりゃって。なまた笑われる、また足でかしちまった。落ちていきながらなんて言い訳しようか考えてた。もしものことがあったらどうするつもりなんだって上司に怒られるだろうって覚悟してたよ。まさかその言い訳さえできないで終わっちゃうなんて思ってもないもん。なっけなさすぎ、超ショートコント。おちゃらげてるだけじゃないってば。俺はよくわかってるつもりだよ。取り乱してるおばさんには何も聞けなかったけど、レコードプレーヤーから載せたままになってるレコード盤をわしづかみにして俺に渡してくれたんだ。これが最後に聞いたレコードなの、もらってくれないかって。片見分けっていうのか、タイトル見て俺突然涙が止まらなくなっちゃって、グッバイデイって。なんだよそれ、できすぎだろ。俺も大好きな曲で当時よく流れてて。ああどうしちゃったかな、あのレコード、ごめん、なくしちゃったかも。いくら直接さよなら言えなかったからってレコードでグッバイでって、そりゃねえだろ。誰もいない、静かだけれどもそこに音がないのではない。耳を澄ます、心を開く、深く息を吐く。すると辺りに満ち溢れている気配に自分が寄り添い出していることに気づく。暖かな日差しに誘われるように小鳥たちは梢でささやく。枝から枝へと飛び移る羽音、一つの鳴き声に呼応してまた別の鳥のさえずり、低くあるいは高く、枝や葉が風を切る音、揺れる音、足元ではようやくぬるんできた水を集めてできた小さな流れが段差を落ちる音、静かだけれどもあたりは音であふれている。そうして本当は私たちの耳には決して届くことのない、もっと多くの音や声たちが流れているに違いない。耳を澄ます、あたりの気配を探るのではなく寄り添うように。俺たちほんと仲良かったな。ああよく遊んだ。たまにしか会えないからかな。気が合うんだよ。
親類っていう血は関係ないのかな。だって近いからって仲がいいとは限らない。いい距離感だったのか。なるほど。結婚生活ってどう？どうって聞かれても嫁さんももらわずに、っていうか彼女と呼べる相手もいないまま終わっちゃったのがさ、悔しいんだ。もっとちゃんと告白しとけばよかった。いたんだ思ってる人は。だけどうまくいったら悲しませちゃうことになるんだもんな。これでよかったのかも。いいな、羨ましいよ、生きてる。それだけで胸張れる結婚生活じゃないんだ俺。そんなこと問題じゃないって。何だってできるんだぞ、自分の思ったことを。誰にだって話しかけられるんだぞ、そばにいる人に。思いを伝えることだってできるんだぞ。なんだってできるのか。たまにはとことん勝負してさ、すっからかんになったっていいじゃないか。それこそ命まで取られることはないんだから。寒くなってきやがった。あたりもよく見えないし。どうしたの、何があったの。おい大丈夫か、具合悪そうだ。気にすんなって、そういう仕組みなんだ。こっちにだって昼の後は夜が来るだろ。同じさ、たまにこうしてこっちを覗いた後は決まってこれまで以上の闇が俺を飲み込もうとするんだ。眠ってる間は何にも分かんないだろ。それと同じさ、戻っていくんだ、沈黙の闇の中にな。来るときはわけないんだけど、戻るときは決まって苦しいんだ。ありがとな、呼んでくれて。こっちで俺のことを覚えてくれる人間がいなくなったとき終わるんだ。もうこっちと息ができなくなってずっと眠り続けるらしい。思い出してもらえるっていうのはありがたいことなんだ。あ、じゃあな。俺が呼び出すのが役に立つならいつだって呼びかけっから。バカ言うなよ、自分だって近づくことになるんだぞ、こっちに。え、面白半分に旅立っちゃいけないんだよ。そこんとこよく考えろよ。どういうこと。そっちはいいな、楽しいことがいっぱいで。もう行っちゃうのか。もう行っちゃったのか。歩いた。繁華街を人の流れに沿って歩くのは
何か考えたい時には苦にならないものだ。やがて人の姿もまばらになり、辺りもすっかり暗くなり、どこをどう歩いたものか。登り出した月を木立の間に眺めたり、星を探しながら濃くなっていく空の闇を見つめてみたり、犬の遠吠えを聞いたような気がした。気づけば人の姿はおろか、行き交う車とてなく、緑豊かな土の道を歩いていた。舗装されていない道を歩くのは久しぶりだ。風もなく音がない。気配はなく、自分の足音だけを聞いている。これまでの自分、これからの自分、そんな何の説明にもならないことを思っていた。越方行く末、永遠に続く時間。立ち止まってみる。そこに満ちているあるものに向かって、私はゆっくりと話しかけてみる。遠くを意識しながら、また自分の心の内側を向きながら、君は誰？誰でもないの。でもそこにいるのがわかるよ。時々見えることがあるかもしれない。そうか。特別なんだな、今は。おでこのここにさ、第三の目が開いてるみたいな。第六感ってやつがフル活動してるとかさ。いや、違うかな。疲れすぎてるだけかも。私は声。声？世界にあふれているたくさんの思いが、ある時ある場所でだけ、聞きたいと待っている人にだけ届く声の一つ。難しい慣れなんだから。でもよかった。いろいろ聞きたいけど、多分聞いちゃいけないんだ。知ったらいけない答えもある。それが分かったような気がしてるんだ。帰り道は分かりますか？ええ、ここが現実の世界のどこかなら、この足で歩いて行きさえすれば。違いますか？はい、あなたも私も、世界は共にあります。ここに重なり合いながら。